選ばないときは5時半になりました。いわゆるのアリアンの先生は、はい、瀬戸さあ、この番組は、ゆず通り FM で、10時までいたします。今、皆様にお会いいたし、最後までお付き合いください。はい。何回目だ1回目のバレラデュオ自己紹介をさせていただきます。デュオムリズムのです。バレラデュアリズムはご紹介をダンスなどしております。コスプレ一般に思われるであろうミュージックやナース服とはアニメキャラをしたを見ます。よいしょ。なんだっけ人格南小鳥ちゃんをやっています。私は私さっきのライブのおりまとてみ活動はジェップやボールをはじめとする曲で踊った踊りと動画を際にます。が心の準備がない私残念なまとめみの動画をしておりませんできておりませんか。沖縄おります。一旦引っ越す足を運んでいただけます。この組リズムのページジやメールアドレスは797@fm.com ますが、踊ってみたいおいしいかわいい沖縄市内の情報をお待ちしております。また右では続きでお願いします。このホームページはできます。映像と音声と個別にルーム配信すればそちらからも見つけます。はい、また情報を行っておりますスマホで聞く場合、プリスラーを押して、
さんのご視聴し、曲ですが、曲説明を、はい、本当にこのものを流そうとしたんですけど、間に合わないので、は自分がコスプレしている側にコスプレをさせていただきます。はい、ゲストの佐藤さんのニコプリードすいません。失敗したので、です。はい、すいません。超沖縄だね。ではデュアリズムの部屋です。ギリキルズ通りに次のスタジオあと6時まで生放送をお送りいたします。
明です。このまま行きたいと思います。はい、そしてね、はい、動画が映ってないんで映りくださいね。ですね、はい、はい、ということで、私が知っているこのライブの過去ですけれど、いろいろありましたね。はい、おととし開催されます、茶沢県茶壇町でイベントが、プレのイベントがあったんです。こちらで出演した衣装となっています。みんなでね、力を勝ち取った賞だったので、ダブルのっているんですけど、みんな集めて、そのにみんなでこのみんなで、ね、して歩くんですけど、ね、みんなで楽しんで、見事採用いただいてもらって、でした。好きはね、なんかアイドル好きよ。アイドル系好きで、もしこちゃんになりたい。ちゃんになりたい。高校になってもツインテだから。本当に？あの、はい、大事。大事。じゃあ、ない？こちゃんはアイドルスクールの人かな？そう、やりたいやりたい。やりめっちゃやる。めっちゃやる。もうじゃなくて、やりたい。めっちゃ人数集めな。だから集めの全部に。あ、スカウトするがなんでしょ。使え。お嬢ちゃん。やめて。方法で。くれるやせん。あの。あなたって。あ、知らない？知らないな。私勢だから。ラブライブ。よっの方がボールでこちゃんになりたいんだ。ミュージの方でいけないんじゃない。ミュージはね、強引だった。強引強引割と。あなたも、はい、3人幼馴染、そっから持ってまって仲良し組人が好きなのして、それするために3人して、でで、ニコちゃんがアイドル部をやったけど、ついていかない。ついていかない。なんか、かゆくん、おにぎり好きな子だ。もう、ついていかない。だ、でも、真剣に、ある。けど、よく、その、感度がなくなった。あの、大丈夫の話してるから。はいはいはい。何か、曲の、曲、売りしてるけども。ね、いろいろありました。いろいろあって。せん。本当にすみません。そのね、ゲーム話してたんですけど、この曲、この CM、うん。書いてるときに、されてないから流すって。はじゃあマネージャーを借りよう。マネージャー携帯からダウンロードしたはずにみたいな、携帯あるけど信用ので、見てみたいです。使っていいです。そしたらね、だって、そう、さんが教えてくれて、流そうって。次が、この、ちょっと、いつもは音楽やったらいいけど、どう流すって、どこでチョンってたのってなっちゃって。イヤホンの場所があるじゃないですか。
ぱり半分しか刺さってなくて、なかったんです。これいつも違う。いつも言ったと、取れなくて、なった後にもう一回チャレンジして、刺したと、ちょっと、これ、頑張ったよ。いつもさ、どういうことって、まあまあ、生活ちょっと垣間見られてしまう瞬間瞬間とかに見られてしまってそれが、なんだったらちゃんとどういうかな、ちょっと半端に、あ、意があれ、いないで、あれば5本にしよう、5本金、あー、ニコちゃんにしようと、いつか価格にそうだね、現地に行きたい、何お願いしようは行きたいんです、彼女がいいんです、彼女じゃないけど自分の感じだったんだじゃないの、え、だってあれだよ、あれだから、そプロデューサーかなんだろう、マネージャーで今じゃあ、立ちやってる時マネージャーなんか第三者視点じゃないか、なんか立ちからないじゃない、だからもうあえて乗ってるなんだよね、うんうん、あったんだ、先はやってる彼氏なんだそうだね、こじだもん、うん、そうだ、それが正解、じゃあこの二次元に飛びくぐるとおとなっちゃうなっちゃう、なっちゃう、みんなメガネ男子、メガネ男子で、だってやべー、あられメガネご飯を世界にだってメガネ、今日ね、お片付け見つけて、そうそう、あ、かけてみたいな、意外でしっくりそうそうそう、匂うんじゃねと思って、うん、でも音だけしか聞かなかったからふっとろれちゃうそれもそれほら、メガネだから、あの、入ってたメガネだと使わないのってパラッパーでしょダーンわー絶対やるって言うでもちょっと違う、そんなことないけどね手じゃね、あの刀だもん、刀だからね、はい、しますか、あ、あのほら、ま、脱線しちゃった、ほら、すぐ機器が取らなかったっていう話、得意だから、した、あー、してない、あ、そういうとこだよ、それ、得意だからね、ゲーム、ね、あれ、じゃん、みたいな、あれルッキーみたいな、わかんなくなった、今マネージャーも発言と聞こえないか、出ますか、出るよね、うんうんうん、食いだね、うんうんうん、うなずいて、うなずいて、そう、みさんも言ってたから、うーって言ったから、食い、あ、こうるよね、うん、食いとの違いだから、そう、なんかで、うんくい、うん、そうそうそう、うん、がくいです、謎のこと、なんかとりあえずの、え、感じ、あれ感じと、けも経営的
かんないね。なんか、ね、なんか書いてる。あ、一生懸命書いてくれて、うん、そう、ね、あの、マネージャーさん、完璧。そう、手のひら、書くもないから。ペンだけにちょっとそんなにできなかったバックそんななんかカッチみたいな感じするねということで行きましたけど行きましたけどはいもう一回ラブに落ちて調整調整ちょっとでもあとはニコさんの好きになったゲームじゃないですか。それを聞きたいです。ね、もう言っちゃってなはず。かわしくと。顔の子が見て、うん、あ、この子めっちゃ好き。これが、まゆゆアイドルの、まゆゆが好きだったんです。自分もずっとやってきて、ニコちゃん自分がの子なんですよ。はい。で、性格と見てみると、すっごい好きで、あれもあって、そこと好きです。その経緯がありましたよ。あります。どうだったんですか？その、ニコさん、まあ、ね、あの、ほら、ニコさんにわかった。しか見てないし、そのほら違うでちゃんを見たときはすごいあれだと思った。あ、タイ。え、世界的なアイドル像だったの。うん。そしたら、わかってるって。うん。ちゃんはそれちゃん。そのなんかね、聞いてもらえるような言い方をするじゃない、うん、そうそうそう思って私は、うん、ニコちゃんだったああそうそう小鳥ちゃんだったの小鳥ちゃんだけど小鳥ちゃん大事なのああ、わかった大事がいい最初はのんちゃんなのかわいい。これも、ちょっとある。あるんだ。ある。ある。大丈夫。大事な部分。違う。大丈夫。あの、よくなる。かわいい。いいよね。あの、おっとりした感じがすごい好き。違うんだけど、なんかおっとり、うん、おっとりっていうか、うん、うん、でもなんか嫌なって嫌な感じではない、そうそう、普通にマイペース、そうそうそう、そうだよね、うん、だ、あ、自分も第二にいますよ、あよちんです、誰がどこ好きなんですか、まあまあまあ、女ドル。そうよね。まあ、ちょっと、きついみたいな場所で、好きなんですよ。ちょっとね。最後はね。うらっ。幼稚園にしたい。作っても、きついから、アニメで出てくる。うん。食べたいですよ。食べたいって時には、ほら、時に送っていくじゃん。うんうんうん、あの、小さく、ギリは何だろう。ちょっと、さあ、でしょ。かわいい。ちっちゃい。みたいな。もう敷き詰めてバッタン。そしたら戻りました。戻ってあれ。かわいい一口だった。くらい一口サイズにならない。まあまあまあ。こちら、
黒田直樹さん。拍手いただいてます。ありがとうございます。ここがニコちゃんですね。ねですね。あれじゃないですか。コポードいいですか。さよなら先生じゃない。わかんないならやめて。わかんないでしょ。見たことある。いただきます。ありがとうございます。本日のとコメントのあり今日の時間のがいつも断層してるみたいな、ね、なみたいな顔がみたいな初めてニコちゃんラジオでどんどん行けたらいい久しぶりもうそこ何も来てない。できるの？できずにやった。あれとか。みんなやっぱ。あ、でもそっか。不参加だったんです。なんで？なんで？部活の場合で。なんかで。なんか。マシーフさん。こちら。お別れの時間となってました。今日もあったんでしたね。またやったね。どうしたあ、そういう。ちゃん楽しかった。楽しかった。もう語れた。ラブライブ弁。でも、いただいたのありがとうございました。ありがとうございました。では、デュアリズムのハイス。ハキでした。ではまたお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。